ちは、りょうこばあばです。今回ですね、ここに帽子編んでるんですけど、これはライブとか YouTube で発信されていたんですけど、イノセントのビッグニットプロジェクトということなんですよね。チャリティーですよね。それで小さなニット帽を編んで子どもたちに笑顔を届けようということなんですよね。それで日本でも国内でね、助けを必要としている貧困で苦しむ子どもたちを支援しようということで企画がされていると思うんですけど、なんかこれはね、誰でも参加できるということだったので、そしたら私もね、もう ほぼ毎日ね、家の中で過ごしているので、しかもね、編み物なので、私もこれだったら参加できるかなと思って、この帽子をね、いくつか編んでるんですよ。それでイノセントという飲むドリンクですかね、娘にね、買ってきてって、セブンイレブンで買ってきてって言ってたんですけど、一軒行ったところがお母さんなかったよということで、まだ私の手元にその飲み物がないんですよね。それでどうしたものかなと思って、ライブでね、参加した時に、島浦さんのライブなんですけど、島浦さんは厚紙でね、キャップの大きさを作ってやったんですよね。それで他の方もコメントでね、マスキングテープで38ミリかな、マスキングテープも活用できるとか、ヤクルトのね、容器でもできるということで、コメント書いてあったんでね、そしたら私もヤクルトもね、レディーさんから毎週取ってるし、買ってるしね、試そうかなと思って、今ここにね、7個編んだんですよ。もうちょっと、あと少しね、編もうかと思ってるんですけど、可愛いですよね、このミニキャップ、キャップの上にこうかぶせるね、ミニ帽子かな。いろんなグラデーションの糸とか、こういうのはね、単色ですけど、編んでてやっぱり楽しかったですね。小さいもの編むのね、好きだから、こういう企画は私にとってはね、家の中でできるチャリティーだったので、もうぜひともね、参加しようと思って、とりあえず7個今編んでみました。これはね、セリアさんのミルフィムソックヤンかな、これです。これで編みました。で、上はパティシエラメが少し残ってたんでね、あとこれだけなったんですけど、ポンポンみたいにね、ちょっと上につけてみました。これとこれはね、色違いで、編みもネットさんの日向ぼっこという、こういう糸です。こんな感じの糸ですね。これはこっち、こっちはこれですね。これで編んでみました。最近なんかね、グラデーションの糸がね、好きなので、何種類かね、買っているんですけど、これで編んでみました。これもね、編みモネットさんの以前スヌードを編んだんですけど、2色でまだ糸がね、少し残ってたから、こうしましまでちょっとこんな感じで編んでみました。これもミルフィム、これもミルフィムですね。これはコットンライクです。もうあとこれだけになってしまったんですけど、これも単色でね、これはメリヤス編みで、ちょっと変化をつけようと思って、玉編みみたいにして何箇所かこうつけました。下のところはね、ガーター編み、これはガーター編みですね。でポンポンつけて仕上げました。こっちは同じコットンライクですけど、これはこれだけかぎ針で編みました。あとはね、棒針のね、いちごだったかな、ちっちゃいのがあったからね、それで編んだんですけど、これはかぎ針の3号でコットンライクで編みました。裾をね、細編みにして
上の部分を松編み風に5目でしてたんですけど、松編みをね、長編みを5つこうしてたんですけど、ちょっと大きくなったからこの長編みを3つ作って松編み風に仕上げて、あの上の部分はね、紐通す穴をこう鎖編みでずっと作って紐通して絞りました。これはこんな感じで、よいしょ。以前ね、なんだったかな、ネックウォーマーですかね、こんな感じでネックウォーマーを編んで、あの紐通す穴をね、鎖編みで編んで、あの紐を通してね、ネックウォーマーにもなるし、ニット帽にもなるしということで、以前よくこういう形を編んでたんですよ。それをちょっと思い出して紐を通してね、ちっちゃいミニバージョンで編んでみました。これも可愛いでしょ。小さいものがね、編むの好きだから、本当今回の企画は私にぴったりでした。あとはあのこれとこれはつけてないんですけど、ポンポンみたいにまたね、あとつけてみようかなと思いました。こんな感じで皆さんね、いろいろこう編んであるみたいですけど、私もね、今回この企画にね、参加させてもらうことにしました。あと何個かね、編んだら送り先に送ろうかなと思っています。今回はね、いろんなミニの帽子を編んだということで、ミニの帽子をね、編んだということで、ちょっと編んだものをね、アップしてみました。短いですけど、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。